ユタはアメリカ海軍の戦艦、フロリダ級戦艦の2番艦、艦名はアメリカ合衆国45番目の州にちなむ。後に標的艦に改装され、太平洋戦争初戦の真珠湾攻撃で日本海軍空母艦載機の来撃により撃沈された。ユタは1909年3月9日にニュージャージー州カムデンのニューヨーク造船所で寄港し、 1909年12月23日に、メアリー・アディス・スプライによって命名され、浸水。1911年8月31日に、初代艦長、ウィリアム・シェパード・ベンソン大佐の指揮した、フィラデルフィア海軍造船所で収益した。ユタは収益後の成長巡航で、ハンプトン・ローズ、サンタ・ローザ島、フロリダ州ペンサ・コーラ、テキサス州ガルベストン、ジャマイカのキングストン、 キューバのグアントナモアンを訪れた後、1912年3月に大西洋艦隊に配属された。春には艦隊と共に作戦活動、砲術及び水雷防御訓練を行い、4月16日にオーバーホールのためにニューヨーク海軍交渉入りした。ユタはニューヨークを6月1日に出港して、ハンプトンローズに短期艦艇泊した後、メリーランド州アナポリスに向かい、 6月6日に到着した。同地で海軍兵学校生を上官させ、6月10日にバージニア岬から大西洋に向けて出港した。その夏は海軍兵学校生の訓練巡航を行い、8月24日、25日にアナポリスで下官させた。その後南部訓練海域で砲撃訓練を行う。2年にわたってユタはニューイングランド水域から、 キューバ水域にかけて定期的な活動を行い、その間にはヨーロッパへの巡航で1913年11月8日から11月30日までフランスのビレフランシュを訪れた。ユタは1914年1月5日にニューヨーク海軍工廠を出港して南へ向かった。ハンプトンローズに停泊した後にキューバ水域へ到着し、1ヶ月に及ぶ水雷消火器訓練を行う。 しかしながら、メキシコの正常不安により2月初めにメキシコ水域に向かい、2月16日にベラクルズに到着する。ユタはベラクルス沖から作戦活動を行い、4月9日に数百名の難民を乗換させ、タンピコへ向けて出航した。その後、ドイツの蒸気船ユーパーアンガが武器及び軍需品を積み、ベラクルスに向かっていたため、 ユタは同船の臨検を命じられる。4月16日にベラクルスに入港し、アメリカ海軍は積み荷の陸揚げを差し止めた。ユタは他の艦艇と共に、ガイダ・ーエス・キャッスル隊員率いる17名の幹部と367名の海兵隊員を上陸させ、これら海兵隊員はタンピコ事件の処理に当たった。中でもユタの海兵隊員の活躍は目覚ましく、 キャッスル大儀をはじめオスカー・シー・バジャー、ポール・フレデリック・フォスターの両候補生、砲塔指揮官のニールズ・ドラスラップとエイブラハム・デ・サマー、主砲砲手のジョージ・ブラッドレイー、小藩主ヘンリー・エヌ・ニッカーソンの6名に名誉勲章が授与された。ベラクルスに約2ヶ月滞在したユタは6月下旬にハイリオー・バーホールのためにニューヨーク海軍交渉に開港された。その後3年もの間、 ユタはカリブ海で定期的に戦闘訓練を行い、アメリカが第一次世界大戦に参戦した場合に備えた。1917年4月6日、アメリカは大戦に参戦。ユタはチェサピーク湾に向かい、1918年8月30日まで訓練に従事。その後、ヘンリー・ティー・メイヨー少々率いる大西洋艦隊に加わり、アイルランドのバントリー湾に向かった。 西部戦線へ向かう連合国兵士を乗せて大西洋を押し渡る大輸送船団にとって、帝政ドイツ海軍は依然として脅威であった。その脅威に対処すべく、アメリカ海軍の土球戦艦もヨーロッパ水域に派遣されることとなった。ユタは9月10日にバントライワンに到着し、第6戦艦船隊司令官、トーマス・エス・ロジャース少将は、ユタを船隊の機関とした。以後、 1918年11月11日に、コンピエーニュの森で、休戦協定が結ばれるまで、ユタは、同じアメリカ海軍の戦艦セキスナーチネバダ及び、オクラホマと共に、バントリー湾を拠点に輸送船団を護衛し、帝政ドイツ海軍の脅威に対抗した。休戦後、ユタは、イギリスのポートランド島に寄港し、ウッドロー・ウィルソン大統領を乗せた客船。 ジョージ・ワシントンをブレストまで護衛し、12月13日に到着。翌日出港し、12月25日にニューヨークに帰島した。ユタは1919 19年1月30日までニューヨークに停泊した。その最中の1月7日14時40分、ユタは前日に亡くなったセオドア・ルーズベルト元大統領に弔意を示して長期を掲げ、 1>, 1月8日には30分間隔で長砲を発射した。ユタは1921年中頃までニューイングランド水域とカリブ海の間で定期的な訓練を行った。その間の1920年7月17日、ユタの春ナンバーは BB-31 に改められた。7月9日、ユタはボストンを出港し、ポルトガルのリスボンを経由して、 フランスのシェルブールに到着した。ユタはシェルブールで在欧合衆国艦隊の機関となり、1922年10月21日にピッツバーグに帰島するまで大西洋沿岸部や地中海の主要港湾を訪問した。帰国後は第六戦艦戦隊機関に戻り、偵察艦隊の指揮下で3年半行動した。1924年の下旬、ユタは アヤクーチョの戦い100周年記念の祝賀行事に出席するジョンパーシング陸軍大元帥などをアメリカの品格及び外交官を乗せ11月22日にニューヨークを出港し12月9日にカヤオに到着したユタは12月24日から中南米の沿岸都市を訪問したチリのプンターレーナスに始まりバルパライソ、ホーンミサキを巡り ウルグアイのモンテビデオにて、カヤオの行事に出席した、パーシング元帥ら一行を再び乗せたユタは、ブラジルのリオデジャネイロ、ベネズエラのラグアイラ、キューバのハバナと訪問した。その後、ユタは1925年度の練習艦隊に参加して、一夏を過ごし、1925年10月31日に、近代化改装のためボストン海軍交渉に入居した。ユタは、 この改造でメインマストをカゴマストから防昇に改め、ボイラーも石炭戦勝式から重油戦勝式へと変わった。また将来的に対空兵装を装備できる要兵器配置にも変化があった。面白いことにユタの三脚章は先に改装された姉妹艦フロリダには採用されていなかった。改装終了後の十二月一日、ユタは偵察艦隊に合流して、 局地的任務に従事した。1928年11月21日、ユタは大統領当選者、ハーバート・フーバー夫妻及び、ヘンリー・ティー・フレッチャー中イタリア大使らを乗せ、12月21日から23日にかけてリオデジャネールを訪問した。同中、フーバー時期大統領は、ユタの乗組員を越平した。ユタは1929年1月6日に、 アンプトン・ローズに到着した。しかし、ユタの戦艦としての経歴は1930年にピリオドが打たれた。同年に開催されたロンドン海軍軍縮会議の結果、ユタは削減対象となり、旧式化した標的艦ノースダコタを代替することになった。ユタは1931年7月1日に分類番号が AG-17 となり、 ノーフォーク海軍造船所で改装され、無線操縦装置が取り付けられた。1932年4月1日、ユタはノーフォークでランドル・ジェイコブズ艦長のもとで最終駅し、4月7日に無線操縦装置のテストと技術者の訓練のためにノーフォークを出港。操縦船から伝えられた信号によりユタの電動機が自動で作動し、ボイラーの開閉や打機の作動、 燃料供給の自動調節が行われた。また、スペリー社製のジャイロコンパスによって、ムは定められたコースを正確に進んだ。4月21日に一旦帰還した後、5月6日に再度の無線試験をバージニアミサキで行うため出航した。6月1日、ユタは3時間余り無線操縦により航行し、次の2日間には連続航行時間は4時間に達した。 この間、人間による機械の操作は行われず、2名のオブザーバーは2つのボイラー室の前で観測を行い、電話で結果を知らせた上で記録に留めた。一連の試験公開が終わると、ユタは6月9日にノーホークを出港し、パナマ運河を通過して太平洋に出た後、6月30日にサンペドロに到着。合衆国艦隊基地隊の第一練習隊に加わり、 7月26日に巡洋艦のための標的艦となったのに続き、8月2日にはネバダと共に操縦演習を行い、ユタは駆逐艦、砲兵及びタルボットに操縦された。以後9年間にわたり、ユタは動く、標的艦として艦隊に大いに貢献した。特に海軍航空部隊による航空雷撃、急降下爆撃、高度の水平爆撃の訓練に、 現実味を与えた効果は大きく、3領域における新戦法の開発の一助となった。1936年夏に行われた演習第17次フリートプロブレムでは、ユタは輸送船の役を行い、ミッドウェイ島内のサンド島及び広における上陸演習では223名の海兵隊員を乗せてハワイから出動した。演習終了後、ユタは六月十二日に、 海兵隊員をハワイからサンディエゴに輸送した。ユタは1935年6月から法術練習館としても使用されており、1936年8月にローリー、コンコード、オマハ、メンフィス、ミルウォーキー及びクーボレンジャーからの講習生を集め、9月20日から最初の法術講習が行われた。1936年から1937年にかけては、 新開発の75口径一1.1インチ砲がユタに搭載され、初期試験が行われた。ユタはまた、動く標的艦や砲術練習艦としての行動のほかに、軍事演習時の目標の栄光艦としても、年一度の大演習で使用された。1939年1月9日、ユタは演習第20次フリートプロブレムに参加するため、パナマ運河を通過した。 この際、ユタが操縦される様子をフランクリン・ルーズベルト大統領がヒューストン艦城から見学した。同年秋から冬にかけて第六潜水船隊の訓練に参加した後、特殊機関銃の完熟訓練に8ヶ月費やした。1940年夏、ユタはハワイに向かい、8月1日から12月14日まで新珠湾周辺において高度な対空訓練を行い、 訓練終了後12月21日にロングビーチに到着した。次の2ヶ月間、ユタはサンクレメンテ島沖での爆撃訓練に参加し、空母レキシントン、サラトガ及びエンタープライズからの関西域の空襲を受けた。ユタは1941年4月1日に新珠湾に戻り、ウェストバージニア、オクラホマ、コロラド、フェニックス、ナッシュビル、 フィラデルフィア及びニューオーリンズからの講習生を集めて、数週間もの間、5インチ砲の射撃訓練に始まり、12.7ミリ、機銃や1.1インチ砲で、無線操縦の無人航空機に対しての射撃訓練を含む、対空射撃訓練を行った。5月20日、ユタは、海兵隊員を輸送するため出港し、ロサンゼルスを経て1週間後にブレマートンに到着。 海兵隊員を上陸させた後、5月31日に、ピュージェットサウンド海軍造船所に入居した。ユタは、オーバーホールと同時に、砲術訓練管用装備の改修が行われた。この改修で、現役駆逐艦が装備しているのと、同じ棒立て付き炭素38口径5インチ砲が装備された。また、水1名砕が施され、全面が 5D ダークグレー。 マストと天板が 5L ライトグレーで塗装された。塗装が完了すると9月14日にハワイに向けて出航した。ワシントン州ポートタウンゼント、カリフォルニア州サンフランシスコ、サンペドロに寄港し、その後間もなく真珠湾に到着、晩秋まで対空砲撃及び目標任務に従事した。真珠湾攻撃で攻撃を受け転覆しつつある。 ユタハワイ海域での高度な対空砲撃訓練巡航の後、1941年12月初めに、真珠湾に帰還したユタは、フォード島の F-11 不島に係留された。この場所は、普段はエンタープライズが使用していたが、エンタープライズは、ウィリアム・ハルゼー中将の第8任務部隊に加わり、ウェイク島への戦闘機輸送に従事している最中だった。 1941年12月7日の朝、艦長と副長の両名は休暇で上陸中であったため、艦長の上級将校は、機関担当のソロモンエスイスクアイス少佐のみであった。8時直前に当直の兵士が3機の航空機に気づいた。それらは、湾の入り口から北の方角に向かって、低空で突入してフォード島南端の水上規格濃庫に爆弾を投下し始めた。 真珠湾に対する攻撃は2時間ほど続いたが、ユタに対する攻撃は数分で終わった。8時1分に水兵たちが艦尾に軍艦機を形容し始めた直後、艦の前方に魚雷の直撃を受けユタは左舷に傾き始めた。ユタを来撃したのは攻撃に参加した日本海軍の空母6隻のうち、総流の艦載機だった。搭乗員の吉岡正光は、 両機に450メートルほどの距離で魚雷を投下して、こう過ごしたとき、砲塔に方針が見えないことから、事前に読んだ資料で知っていた、ユタだと気づき、しまったなと思ったと回想している。ユタが転覆しつつあったとき、乗組員は爆撃訓練で演習弾防御に、使用する15センチメートル30センチメートル四方の材木の束を、甲板状に並べて、 何とかして、艦を保つ努力をした。ほとんどの乗組員は感情に上がったが、給水班のチーフだった、ピーター・アトミックのみは、他の乗組員が脱出した後も、依然として、ボイラー室に残った。同じように、消火班のジョンビーバスンも持ち場である発電機室から、離れることはなく、発電機が、艦内の照明を長く点灯し続けるよう奮闘した。 イスクワイス少佐は転覆しつつあるユタの管内から脱出しようとしたが、脱出口が塞がれていることに気づいた。イスクワイス少佐は幻想からの脱出をも試みたが、近くにあったテーブルが滑り落ちて、脱出を妨害した。それでも、最終的には、管外部にいた乗組員が、イクスワイス少佐の腕を掴んで脱出させた。8時12分に至り継線ロープが切れ、ユタは、 完全に横転した。ユタの生存者は、日本機が未だ上空にあったものの陸上に上がった。上陸後、x イ s 少佐やその周囲の何人かは、横転した、ユタの艦内から叩く音が聞こえた。未だ、日本機が周辺を機銃操作している最中、x イ s 少佐は、ユタに戻って閉じ込められている生存者を救う、志願隊を募った。 志願隊はローリーから切断工具を借り、ユタに戻った。志願隊の働きにより、艦内から工作担当巡視官の SA シュマンスキー及びチーフのテランス・マックス・イーニー、その他2名の乗組員が救助され、バッセンもユタが転覆すると懐中電灯と電池で上部に上がってきた。横倒しになって沈没したユタは12月29日に、真珠湾基地隊の指揮下に置かれた。 1944年の転覆復元作業ユタの残骸ユタは、オクラホマの転覆復元作業が終わった後に、オクラホマと同様の方法で引き上げる予定とされた。1944年、90度に横転したユタの右辺を17基のウインチで牽引して、転覆したユタの船体を起こす作業がに試みられたが、ユタの船体は、真珠湾の海底を滑って、 陸地側に移動するだけで転覆した状態を復元することはできなかった。このためユタの復旧計画は放棄され、船体はその場所に放棄された。ユタは1944年9月5日に退役し、同年11月13日に除籍された。ユタの船体は水平から38度傾いた状態で移行こうとして、現在も真珠湾に残されており、隣には、 記念碑が設けられている。ユタの館内の遺体探索は本格的には実施されていないので、真珠湾攻撃後で死亡した上院は館内にそのまま残されており戦隊そのものが墓標とされている。ユタに対する攻撃とユタ撃沈自体は、真珠湾攻撃全体の戦果及び後々の影響を考慮するとある程度無駄な戦果だったと結論付けられた。しかし、攻撃された側は、 ユタの残骸を日本への増を増やす一つのエキスとした。その例として、攻撃の翌日に、真珠湾に帰投したエンタープライズ座長の、春勢中将は、他の損傷した戦艦軍や格納庫の残骸を見た後、普段はエンタープライズがいる場所で横転しているユタを、見て、複雑な表情を見せた上で次のように呟いたという。我々が奴らを始末する前に、日本語は、 地獄だけで離されるようになるだろう。1972年、フォード島北西部のユタの残骸に面する位置にユタを称える記念碑が設置された。ユタは30名の将校と431名の乗組員が生き残ったものの、6名の将校と52名の乗組員が戦死した。校舎のうち7名はユタから陸岸に流れ着いて埋葬された。また、 別の一名は生き残っていることが分かり、また別の一名は別の官邸にいた際に戦死した。トミックは我が身を犠牲にしてまで他の乗組員の安全を助けてこうにより、名誉勲章が死後授与された。ユタは第二次世界大戦の先行で一個の従軍聖章を受賞した。その後アメリカ合衆国国家歴史登録罪に登録され、1989年には、 アメリカ合衆国国定歴史建造物に指定された。ありがとうございます。